基本、ルーキー、桐敷、1イニング7失点。こちら6回裏の中日の攻撃、大炎上してしまいました。この意味わかるか？俺にはわからんわ。ルーキーやしこれから経験積んでいけばええから。珍しかす去年の当たり選手は桐敷や言うてなかった？ルーキーやからしゃあない。中日ドラゴンズが強すぎるみたいやね。俺阪神ファンやけど計算に入れてなかったからなんとも。まだルーキーやし調整不足やろ。これはルッキー。よしくが足らん。永遠のルッキー。恐竜打線相手やから仕方ない。去年はよしくと言うすがるものがあったけど今年はないからな。まだまだこれからよ。早く誠司さんに色紙もらわないと。タンダが止まらないと思ったらとどめ刺されたな。いつまでルッキーなんや桐敷は。あんだけ中日煽ってたのにどうして。桐敷に限らず阪神の投手中日にボコボコ打たれてね。言うて143試合に換算したらそこそこの成績に収まるんやろ。高卒ルーキーならしょうがない。ガチで草1軍と2軍の大きな壁っていうのを分かりやすくしてくれるピッチャーや。よすくが足りてないからや。ご視聴ありがとうございました。